皆さんこんにちは。函館観光大使の佐藤真美です。今回のなまら函館は函館の夏詣をご紹介します。夏詣という言葉、私初めて聞いたんですが、一体どんなものなのか詳しくレポートしていきますよ。でまずやってきたのはここ函館の花菱ホテルなんですが、何でもこちらで浴衣をレンタルできるそうなんですね。ですからまずは浴衣に着替えてきます。こんにちは。浴衣のレンタルをお願いしてました佐藤真美です、はい、どうぞご案内いたします。よろしくお願いします。浴衣のレンタルということですが、こういったものがすべてレンタルできるということですね。はい、ありがとうございます。レンタル料はいくらなんですか。はい、ワンコインで500円でご案内します。500円、ワンコインで、信じられない破格ですねはい、ただね、これ浴衣を借りることはできるんですが、例えば私のように浴衣をほとんど着なくって着慣れてない人っていうのは、はい、まあ、基本的に着付けは私どもの方では行ってないんですが、はい、できる限り簡単な浴衣にさせていただいてますので。本来であれば浴衣何種類ぐらい。はい、10種類ほどご準備しております。1日ですね、限定 10名様。うーん、で割とこう早い者勝ち的なところがあるということですね。はい、まあ、多分今日はね、私の年齢に合った柄をね選んでくださったと思うんです。まあ、例えばこれで言うと、これはちょっとあれですね、着付けがちゃんと必要な感じですかね。はい、ちょっとね、私は着られないかなっていう感じなんですが、こちらはどうでしょうか。こちらがセパレートになっているタイプのものですね。すごい、初めて見た私。もう本当にこれ上を着て、下、これ下どうなってるんですか。はい、はーはー、こう巻く感じなんだ。そうですね、こう巻くだけなんだ。で帯もワンタッチになってますんで。これですか。はい、作り帯になってますんで。へー、巻かなくていいんですね、これは楽。じゃあちょっとこちらを自分で頑張って着てみようと思います。はい、よろしいですか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。します。浴衣の着替えが終わりました。これね、セパレートなので本当に簡単にできましたね。セパレートとは思えない仕上がりじゃないですか、ね、帯もサクッと刺すだけなので意外と簡単にできました。さあ、浴衣に着替えたところで、ここから夏詣を楽しみに行きます。この花菱ホテルからだいたい歩いて10分ほどぐらいでしょうかね、湯倉神社がありますので、そちらまで行きたいと思います。今日はね、ものすごく天気がいいんですけど、一つ気づいたことがあります。浴衣って涼しいんですよ。足も出てるしね、いろんなところからこう空気が入ってきて意外と涼しいということが分かりました。さあ、すでにこう夏詣の上りが立っていますが、湯倉神社に到着しましたね。大きな赤い鳥居がありますが、もうね、湯倉神社といえば私の高校時代の青春の思い出が詰まった場所なんです。実はだからもう何年ぶりですか、25年以上ぶりに来たっていう感じですね。浴衣を着てこう石段の階段を登るって、やっぱり情緒がありますね。日本人でよかったって思いますよ。はい、大きな鳥居が見えてきました。わあ、こんなに大きかったかな。
もはや私の湯倉神社の思い出はなんか夜の思い出の方が強くてですね、青春どちらかというと。ちょっと事例をしていきましょうか。あ、キッチンカーが出ていると聞いてこちらに来たんですが、それがこれですね、おそらく。なんだろう、キューブ州、キューブ州、こんにちは。キューブ州って何ですか？四角いシュークリームですね。四角いシュークリーム、はい、シュークリームって普通丸ですよね。そうですね。なんですけど、流行りみたいな感じなんですけど、函館で初めて四角いシュークリームをやりました。函館で初めての四角いシュークリームですか？これは台湾カステラですね。はい、ということで、この中に入ってる。そうですね。うん、おすすめはカスタードなんですけど、はい、カスタードだけですね。函館のロゴも入ってるんです。これここで食べても大丈夫なんですか？大丈夫です。あ、じゃあ一つください。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとディレクター、後でお金を払っておいてください。はい、なんかこうシュークリームって割とこうふわふわな生地のイメージがありますけど、これはこう割となんだろう、食パンのようなしっかりめですね。しっかりめですね。デニッシュに近いような感じ。キューブシュー初めて聞きました。巷では流行ってるってことですか？じゃあ巷では、この中にじゃあこうカスタードクリームが入ってると。そうですね、ジレ入ってます。あ、これもうあれなんですね、剥くというよりこのままガブリといっちゃってくださいっていう感じですかね。ガブリといくか、2つに割るかと。お上品に食べてます。お上品に。ちょっと中見たいですよね。あ、おー上りが上りが結構ぎっしり入ってますよ。これほらほら、皮薄めでクリームたっぷりです。じゃあ食べてみますよ。いただきます。あ、確かにね、こう半分に割るとバターの生地のバターのいい香りがしますね。どっちからいこう。こっちかな。いただきます。美味しい。冷蔵庫に入れてる理由が分かりました。クリームがね、すごいひんやりしてて、でバニラビーンズが結構いっぱい入ってるので、バニラビーンズの香りがして、そしてこのクリームが甘さ控えめっていうのがいいですね。はい、うん、食べるとシュークリームです。見た目はシュークリームじゃないけど、食べるとシュークリーム。これはじゃああれですか、夏詣の最中は他のキッチンカーも出るですか？そうです。例えばどんなお店が出ますか？ですね、分かってる限りだ と、 カレー屋さん。カレー屋さん、はい、ドライブキーマカレー、キーマカレー屋さんとか、まあ、あとは日替わりとかにはなっちゃうみたいなんですけど、たこ焼き屋さんだったりとか、函館市内にあるキッチンカーさんが集まるような感じになってます。それは楽しみですね。しかも日替わりでっておっしゃってました？そうですね、日替わりです。すごいね、日替わりでいろんなお店楽しめるって。もう学校帰りとか寄ったら最高じゃない？ねえ。実はね、私そこまで甘いものがね得意ではないんですよ。でもこのシュークリームは美味しい。いける。一口ペロリでした。ごちそうさまです。ご主人、こののぼりを見るとこの部がいっぱい書いてる、これがあれですか、お店のロゴですか？わかった、部が9個だからだ。そうですねこれじゃあだってブブ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 工房でしょ。四角の中に部が9個あるからキューブ工房なんだ、はい、そして四角いシュークリームなんだ。はあ、
名探偵コナンの気分です今謎は解けました。そうなんだ。今日はキッチンカーでご紹介ですけど、お店の店舗としては富岡町にある函館キューブ工房さんでした。ありがとうございました。ブブ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 工房じゃなかったんですよ。夏ですね。ちょうどこう湯倉神社の休憩所の手前にこの夏詣のために設置されたのがこの風鈴のトンネルなんですよね。いやもう風鈴なんて久方ぶりに見ましたし、この音聞いた気がする。風で生まれるっていうところがねいいですね。素敵。ここだからあれでしょ、あのフォトジェニック的なスポットなわけですよね、ここはね。これはフォトジェニックですわ。しかも浴衣っていうのがね、ワンコインの浴衣。今日はこの湯倉神社を案内してくださるゴンネギがいらっしゃるということで、あの方ですね、大変お若い佐藤真美と申します。はじめまして、イベと申します。今日はよろしくお願いします。イベさんは、はい、この湯倉神社の、まあ、宮司さんの娘さんと聞きしておりますが、はいはい、今年からですね、今年の4月からゴンネギとして奉職してます。大変勉強不足で恐縮なんですが、ゴンネギといういわゆる役職というのはどういうお仕事をするんですか。普段はです、はい、私の場合は普段のお守りとか需要品の従事とかをはじめ、うん、まあ、皆様の参拝やお祭りや、まあ、宮司とか の、 あの副祭司のサポートをする、あ、はい、祭司さんというのがいて、その副祭司としてやったりなど、これからは、はい、ありますね。うん、そもそもなんですが、湯倉、はい、神社というのはどういう神社なんですか。はい、はい、と御祭神が大名無知の神と少な彦名の神といいまして、はい、ここは湯の川温泉発祥の地として約500年ほど前に伝説がまずあります、はいはい、でその木こりの方が温泉を発見して、その木こりの方が怪我をした際に温泉を思い出して湯治したところ治ったという、その例に木で彫られた薬師如来像をあの祠と祀ったことを始まりですね。はあ、はい、じゃあその木こりの方が湯元を、はい、見つけたっていうところから、はい、湯の川温泉始まってるんですね。そうですね。で、史実があるのは370年前ほどから松前藩の方の縁が元はあるのもございますので、正式には370年の歴史のある神社となっています。なるほどね。函館に生まれ高校生まで函館にいましたけれども、初めて知りました。何度かこの湯倉神社には青春時代に来てますけれども、 ありがとうございます。そうだったんですね、はい、じゃあ今日はちょっとあの参拝までの道のりと、はい、ちょっと湯倉神社の、はい、ビュースポット的なところも、はい、ご紹介できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。函館湯の川温泉ではただいま夏詣フォトコンテストを開催しています。湯の川温泉や湯倉神社の境内などで映える写真を撮ってぜひ応募してください。入賞作品には豪華賞品もあります。詳しくはこちらの QR コードでチェックしてみてください。